株式会社長代事業推進本部国内営業企画部部長、ええ企画部課長え株式会社南部長バイオモノマスエナジー竹下光夫様にご講演いただきます。テーマはバイオタンの農地整容と農業の取り組みです。それでは竹下様よろしくお願いいたします。 はいえー、当社ですね、うんあの、株式会社長大と申しまして、ひとゆめ技術グループの中核企業でございます。ひとゆめ技術グループというのは、昨年の10月1日に純粋持ち株会社として立ち上がりまして、まあ、あの建設コンサルタント業の技術集団が一つにまとまって、まあ、持続可能なグローバル社会を創造する企業へということで、2030年、ネクスト5 0と言いまして、2050年の夢の実現へ向けて活動を開始しました。 当社のですね、簡単なご説明をさせていただきます。はい、当社はですね、1968年、有限会社、長大橋設計センターというのを設立しましてその、えー、社会基盤ですね、国土強靭化を目的とした会社として設立しました。当社のですね、代表業務としましては、まあ、本州四国連絡橋、瀬戸大橋、明石海峡大橋、しまな、あ、み海道と、こちら、長大橋をですね、あの 受注し、ま設計をさせていただいております。その後ですね、ま環境アセスメント事業、交通計画分野、海外事業と業務範囲を拡大してきました。そうしますと、2010年代になりまして、ま再生可能エネルギー、まこちらの方ですね、フィリピンの方で小水力発電をま事業としてまあ立させて今運用しております。 その流れをもってです、ね、今回ご説明させていただく、南部山梨県南部町で運営しています南部町バイオマス発電所の流れにとなります。ですから、我々の今やってることに関しましては、まあ、設立当初からです、ね、持続可能な社会をつくるという業務をやってきましたので、再生可能エネルギーの事業に携わったのが必然だったのかなと感じております。 次ですこちら官民連携木質バイオマス発電事業ということで山梨県南部町さんと当社で、まあ、未来環境活用産業資源というテーマを挙げてです、ね、木質バイオマス発電所を2021年6月に運用を開始しましたこの京南地域の未了材の利用促進やらを使って発電と熱利用そして地元の雇用促進防災拠点としての位置づけとこの4つのですね 項目もプラスして今事業を展開しております。質南部町木質バイオマスガス化発電の概要はこちらになっています。発電量が760キロワットパーアワー、発熱量が約2000キロワット、木質消費量が年間7000トン、稼働計画が313日となっています。こちらの発電所は、ね、電気を作るだけではなくて、 えー、非常時ですね、近年はブラックアウトでございますので、非常時には隣の町最大の防災拠点である体育館の方に電気を送ったりです、ね、あとは併設している温水プールの方の熱源として排、えー、排熱を送ったりする計画を立てております。 はい、で左の方に見える、えー、こっちの右の方ですねのがあの、今回私どもが採用した木質バイオマスガス化発電設備でございます。こちらの方はですね4月以降も順次視察を受け入れ,け入れておりますので、またあのご興味ある方はご連絡いただければ幸いです。次です。では木質バイオマス化発,電発電の仕組みを説明させていただきます、えー。先ほど見ていただいたオレンジ色の炉の中にですね、も、えー 最初にこう種火を入れまして、次に準々と木チップを投入していきます。そうしますと、中をです、ね、低炭素状態にして、外部から空気を入れることによって、熱分解を促進して、炭を作って、その酸化還元を使ってです、ね、ガスを取り出します。ここで低炭素にするのは、炭素リッチしてしまうと、せっかくのガスが燃えてしまいますので、 今回ですね、ですからその中は燃えないでガスを取り出すために低炭素るこにしています。そこで出てくるのがバイオタンということで、生成されてきます。次、バイオタンの説明をさせていただきます。こちらがですね、杉のバイオタン。こちら、南部町で取れる間伐材を燃料としたバイオタンで。お隣がグリシアのバイオタンといいまして、スリランカ国でですね、同じようなガスカルを導入してまして、 この,、まあ、あのソーセージを使った、えー、バイオタンですね。で下、ケーフンです、ね、ケイフンペレットを使ったバイオマス発電所のできる、えー、バイオタン。最後は、えー、インド国ですね、南洋剤のバイオタンとなっております。はい、こう見ますと、まあ、我々のガスからちょっと機と変わるんですけど、まあ、木質系、えー、も使えますし、えー、植物残差、農業残差や、まあ、家畜の、えー、残っというか、まああの 噴尿とかも使える設備でございますでこのガス化発電所なんですが、えー、3つのです、ね、J クレッ制度が、えー、と関わっております。1つはまあやはりあの森林資源ですね。こちらはあの森林業者さん、または行政さんのカーボンオフセット。そうしますと、あとは排熱を使いますので、まあ、エミッションリデュース。えー、次にです、ね、今回主要のテーマであるバイオタン、えー、AG004 のカーボンネガティブと。 なってますそれでそのバイオタンまあ副産物ですね、こちらをどう有効利用していくかと、どう活用していくかというのが次のテーマとなっております、えー、次はクールビレッジ構想、われわれですね、やはりこの発電所を運営する上で、どうしてもやはりバイオタ養ンをどう扱うかという課題に、えー、当たりまして。 こちらの方をですね、えー、日本クレベジ協会さん、日本バイオタン普及会さんにご相談したところ、まあ、こういうそのグランドデザインを、えー、アドバイスいただいたので、実際これを我々でやってみようということで、えー、バイオタン製造工場が我々の発電所、で隣の堆肥ペレット生産というのは、これから、えー、ご説明していただく、えー、朝桐さん、堆、え、肥、ー、工場の朝霧さんですね、こちらと一緒にタイアップして、これをバイオタン堆肥として、まあ、農業利用しようと。 いう計画で進んでおります。それはやはりクルベジブランドで売ったりですね、もちろんその J クレジットに価値を変換して、それは農家さんとかですね、ご協力していただいた方に分配するという仕組みを今後やっていきたいと思っております。次です。そうしますと、じゃあ実際自分たちで J クレジットを実践してみようということで、昨年末にですね、南部町の農家さんにお手伝いをいただきまして、約5トン。 えー、一一旦ぐらいの面積なんですが、そこに、えーえー、バイオタンを製用させていただきました。はい、これがこちらがその時のその状況なんです。さ なんですがまあ、これもです、ねあのー、先ほど、えー、小澤さんからご説明いただいたとおにわれわもトレーサビリティというか、エビデンスとして、このようなです、ね、どこに何を埋めて、ちゃんと写真を残すような形で、今回、J、ジェインクレジットのエビデンスの書類として提出をさせていただいております。その他ですね、隣の富士宮市さんの農家さんにも協力いただいて、計9トンのバイオタ炭を製用させていただきました。次です それでですね、でこれ今回、J クレジットの取り組みが終わった後であね今月から南部町産の農家さん、またはお手伝いいただいている方を募って、ですねバイオタ炭を使ってもう農産物を作ってみようという取り組みを始めております。今回、ですね、まあ、水田、お米作る方、まあ、あの果樹園、ぶどうを作る方、ワイン作る方。 お茶屋さん、南部はお茶も有名ですので、そのお茶農家さん、それにあとは野菜を作っていただいている方にです、ね、我々からバイオタ炭を提供して、また今回、一緒にお仕事させていただいている朝霧さんから有機堆肥を供給していただいて、それを皆さんにお配りして、まずやってみようということで、今、取り組みを開始しております。またです、ね、南部町さんのお隣、富士宮さんもありますので、富士宮さんは、まあ、例えば桑のチャーハンに使っていただくとか、そういう取り組みも。 やりり始めておりますそれで今年の夏とか秋とか冬とかですね、こちらはやはりあの収穫したものを地元、まあ、小学生とか保育園の方たちとかですね、でですねまあ、例えば芋掘りをしたりとか、皆さんでその収穫祭をしてカレー作って食べたりですね、何らかの形でまあ環境教育、J クレジットの意味、そしてバイオタ炭の有効性をなんとかその消費者の方にいろいろ意識づけといいますか、まあ、価値を分かっていただきたいなということで、こういう活動を始め ことにしましまたもちろんあのお酒も作りますすワインです、はいえー、こちらですね、まあ、地域循環共これ環境省さんのほうで、まあ、作られたあのマンダラなんですが、やはりですね、あの井、ー、田先生からお話あったように、我々がですね、まあ、多様性、今までは我々も建設コンサルタント業という一つの、えー、大きな枠組みなんですが、それを少しちょっと、えー、飛び出てですね、 あの農家さんと一緒にやったり、肥料屋さんとやったり、堆肥工場さんとやったり、あとはその流通業者さんと何かやったりです、ね、何かその、我々がまが取り組んでいるバイオマス発電所から派生するビジネスないし、環境ないし、脱炭素の活動はできないかということで、今、えー、一つのきっかけとして、南部町バイオマス発電所を稼働させていただいております。 最後ですね、イエネとバイオタ炭でカーボンマイナスの実現ということで、あのガス化発電設備というのは、我々は我々の設備を扱っているんですが、他社さんもですね、例えばヨーロッパ製とか、いろんなガス化発電が日本に入ってきています。で我々はあまりその 設備同士でこう、喧嘩するとかじゃなくてですね、コンピューションするわけじゃなくて、我々はその先のバイオタンをどう利活用していくか、企業側の立場に立ったときに、どう手を結んでいけるかっていうのはちょっとやはり今後、推進していきたいなとは考えております。はい、なのであの、いろいろ建設場所とかですね、用地が狭かったりとか、また音が非常に気になる場所とかですね、すべてがうちの発電設備が当てはまるわけではなくて、その土地土地で、 えー、フィットするものがあると思いますので、それはそれで実際事業者さん各事業者さんがそれを運営していただいて、データとのバイオタンをどう皆さんで共有していくかというのを考えていきたいと思っております。すみません、書き足しですが以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。